ナイトです。今回はゼンフォン3ウルトラをご紹介します。今までのゼンフォンシリーズの中では最も大きい 6.8 型の液晶を採用したのがこのゼンフォン3ウルトラです。大きめの画面でスマホをもっと楽しみたい方におすすめです。デザインにはメタルボディを採用し、フレームには美しいダイヤモンドカットが施されています。正面には 6.8 型のフル HD IPS 液晶を搭載し、ガラスにはゴリラガラス4を採用。表面にもアンチフィンガープリントコーティングが施され、ホコリや指紋も軽減します。ベゼルは約 2.4mm と非常にスリムで、画面占有率も高く、薄さも約 6.8mm です。さらにフルラミネーションディスプレイのため光の透過性を向上させ、鮮やかな色彩表現を可能にしています。また ASUS 独自の画像処理技術 ASUS TrueTo Life Plus テクノロジーが搭載され、画像のピクセルを分析し、最適なコントラストと鮮明で美しい映像に自動調整します。またモーションブラーの低減機能により、動きの激しい動画でも残像を抑えて滑らかに再生します。今回のゼンフォン3ウルトラでは前面に指紋認証機能が搭載されています。ゼンフォン3ウルトラは au ボルテにも対応し、マルチキャリア対応となっています。デュアルシム、デュアルスタンバイにも対応し、お好みに合わせて効率的に好きなシムを選ぶことができます。2つのシムカードはナノシムを使用します。ゼンフォン3ウルトラの本体カラーは3色から選べます。基本スペックですが、 CPU にはオクタコアクアルコムスナップドラゴン652プロセッサー、 4GB のメモリー、 32GB のストレージなど、さまざまなエンターテインメント体験を快適に実行できる性能を実現しました。またバッテリーには 4600mAh の大容量バッテリーを搭載しています。さらにバッテリー充電時間を短縮できるクイックチャージ 3.0 に対応し、約45分で 0% から 60% までの充電が可能です。外出先での長時間の使用やすぐに充電したい方にも最適です。またモバイルバッテリー代わりになるリバースチャージモードも搭載し、他のモバイル端末とつなぎ給電ができます。サウンド面ですが、高音質音源、ハイレゾの再生が可能で、原音に限りなく近い音源を再生できます。さらに DTS ヘッドフォン X を標準でサポートしているので、本物の音に迫る臨場感あふれるバーチャルサラウンドサウンドを楽しめます。ゼンフォン3ウルトラのカメラには3つのオートフォーカスを1つのシステムに組み合わせた ASUS 独自のトライテックオートフォーカスを搭載しています。これにより背面カメラに搭載された2300万画素の高解像度のカメラを最大限に活かすことができます。また光学式手ブレ補正、電子式手ブレ補正もついています。以上、ゼンフォン3ウルトラのご紹介でした。ぜひ店頭で触ってみてください。ナイトでした。